秒でいきなり大量の数字の足し算に出会ったわ。1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1。ってやつよ。人生の一歩先もわからないのに、なんでこんな長い数式解かなきゃならないのよ。人生は関係ないだろ。霊夢が言っているのは級数ってやつだな。確かに最初はとっつきにくいが、この数字の足し算が綺麗な数字に収まったら、すごくないか？無限に続くこの足し算が、綺麗な数字になることなんてあるのかしら？霊夢の言ってくれた問題はバーゼル問題と呼ばれている。数字のみの分数の足し算をしているはずなのに、合計が6分の π の2乗になる不思議な足し算だ。数字のみの分数なのに、すべてを足していくと π が出てくるの？なんでそうなるか気になってきたわ。では、今日はバーゼル問題について解説するぜ。お願いするわ。まず、バーゼル問題とは何かについてだぜ。バーゼル問題は、上に示すような分数を無限に足し算すると、何の値に近づくのかという問題だ。1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1。と、さっき霊夢が言った式だな。1644年に数学者であるピエトロ・メンゴリが提唱した。長年多くの研究者が解決に取り組み、オイラーによって解決されるが、解決までに91年かかった難問だ。問題から解決までそんなに時間がかかった難問なのね。でもなぜバーゼル問題という名前なのかしら？この問題に取り組んだベルヌーやオイラーらが、スイスのバーゼル出身だったことに由来するぜ。バーゼルはスイス最初の大学が設立されたりと、スイス第三の都市で、芸術と文化の中心地だったところだ。バーゼルは人の名前ではなく地名から来ているのね。概要は分かったけど、この問題がどの値に近づくのか見当もつかないわ。じゃあ次はバーゼル問題の解法に向けて、少しずつ解説していくぜ。いきなりバーゼル問題は難しいから、まずはより簡単な式から説明する。1分の1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラス5分の1プラス。という問題だ。バーゼル問題から分母の2乗が取れたバージョンね。霊夢、これを計算するとどんな値に近づくと思う？足していく数字がだんだん小さくなっていくのよね。だとしたらどこかの数で収束するんじゃない？実はこれは無限に行ってしまうんだ。なんでよ。足していく分数はどんどん小さくなるんでしょ。解説していくぞ。先ほどの数式を次のように区切っていく。1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラス5分の1プラス6分の1プラス7分の1プラス8分の1プラス。と括弧で括っていく。もう一つ式を用意する。1プラス2分の1プラス4分の1プラス4分の1プラス8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 分の1プラス。霊夢、この2つの数式どちらが大きいかわかるか？3分の1は4分の1より大きく、5分の1から7分の1は8分の1より大きいから、最初の式ね。その通りだ。なので、1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラス、大なり1プラス2分の1プラス4分の1プラス4分の1。という式が成り立つ。そして、さらに右側の括弧を足し算してくれないか。4分の1の次は8分の1を4つ足していたわよね。これって、括弧の中はすべて2分の1になるんじゃない？そうなんだ。この足し算を無限に続けていくと、この式は2分の1の無限の足し算だとみなすことができるんだ。2分の1を無限に足すと、当然無限になるから、この式の答えは無限だ。なのでこの足し算より大きい最初の式は、2分の1の無限の足し算より大きい。よって無限に行ってしまうんだ。いくら足していく数字が小さくなっていっても、無限に足してしまうとどこまでも行ってしまうのね。一個勉強になったわ。そしたら次はバーゼル問題を実際に計算していくぜ。1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1プラス、これがバーゼル問題の数式だ。来たわね。こちらも足していく数字は小さくなっているけど、本当に何かの値に近づいていくのかしら？具体的にどの値に近づくのかは、見つけるのが難しいが、1と2の間に近づくと証明するのは、そこまで大変ではない。まずはこの式を見てくれ、どっちの数字の方が大きいかわかるか。さっきの問題より簡単よ。計算すればいいだけだから、2×1 分の1の方が大きいわ。その通り、そしてバーゼル問題の分母は2乗数だから、2の2乗分の1イコール2×2分の1、と変形できる。これを利用すると、次のような代償関係を考えることができる。1分の1プラス 2×2 分の1プラス 3×3 分の1。小なり1分の1プラス 2×1 分の1プラス 3×2 分の1、この式だ。一つずつ比較すると、最初の1以外、すべて下の方がすべて大きいからね。なので、1分の1プラス 2×1 分の1プラス 3×2 分の1の足し算がどの値に近づくか分かれば、元の足し算はそれより小さいと判断できる。その理屈は分かったわ。でもこの式はどの値に近づくのかしら？ここで部分分数分解という技を使う。聞いたことあるようなないような。まあ、日常生活では使うタイミングなんて、なかなかないからな。部分分数分解はいくつかパターンがあるんだが、今回はこの問題を解く部分のみ説明する。n×n-1 分の1。イコール n-1 分の1、マイナス n 分の1、という公式だ。例えば、n2 を入れると、このように分解でき、n イコール3とすると、このような式に変形できる。
これを1分の1プラス2かける1分の1プラス3かける2分の1に対して用いると、1プラス1分の1マイナス2分の1プラス2分の1マイナス3分の1プラス3分の1マイナス4分の1プラス、と変形ができるんだ。霊夢、何か見えてこないか？あ、マイナス2分の1と2分の1が並んでいるわ。そこまで見えると、この証明はあと少しだ。霊夢の言う通り、2分の1、3分の1、4分の1と、それぞれプラスとマイナスが続くようになるんだ。なので互いに消し合った結果、この式は1プラス1分の1しか残らなくなる。無限に続く数字の足し算が1プラス1分の1になったわ。つまり2になるのね。これで最初の式に戻ることができる。1分の1プラス2かける2分の1プラス3かける3分の1。小なり1プラス2かける1分の1プラス3かける2分の1プラス、これが最初の式だな。この下の式が、先ほど導いた結果によって、1分の1プラス2かける2分の1プラス3かける3分の1、小なり、2に変換できる。バーゼル問題の答えが2より小さいことがわかったわ。でもマリサ、無限に続く数字なら一番最後は打ち消す数字はマイナスがないんじゃないの？いい着眼点だ。その数字は式にすると無限分の1になるから0とみなしていいんだ。無限に続く数字では最後の数字は、あまり意味をなさないこともあるのね。これで、バーゼル問題は2よりも小さいことが分かった。次はどの値に近づいていくかだ。2より小さいということが、分かっただけでもすごいと思うけど、どの値に近づくか本当に分かるの？オイラーが解き明かすまで、100年近く解けなかった問題だからな。一筋縄ではいかない計算だ。実は、どの値に近づくか計算するためにサインを用いるんだ。え？有名になった時のために、考え抜いた私の実質サインがお披露目できるのね。自分のサインを考えていたのか。そのサインではなくサインだ。日本語で三角関数と呼ばれているものだな。残念。そっちのサインなのね。でも、連続する分数の足し算にサインを使うなんて、想像もつかないわ。でも、サインを使うと綺麗に解くことができるんだ。私じゃ絶対思いつかないわ。オイラーがいかにして、この問題を解決したか、実際に計算していくぞ。霊夢、まずはサインについてどこまで知っている？サインは、三角関数の一つでコサイン、タンジェントの仲間ということは知っているわ。そうだ、サインを座標軸で書くとこの通りになる。なのでサインを半径1の円の中で考えると、円周にある点に対して常に y 軸の値を示している。θ は角度を表しているが、360度を π を使って表すと、どう書けるか覚えているか？ 2π ね、720度は 4π となっていくわ。いいぞ、なので90度の場合は2分の 1π となる。サイン x の x は角度θ を表しているので、x が増え続けるということは、サインの値がマイナス1から1の間で、動き続けるということになるんだぜ。ちょっと難しいけど理解したわ。サインはマイナス1から1の間でずっと動き続けるのよね。これがバーゼル問題とどう関わってくるのかしら。サインにマクローリン展開と因数分解を使っていく。マクローリンという名前は全く聞いたことないわ。マクローリン展開を教わるのは大学に入ってからだしな。詳しい説明は難しいので省くが、すべての関数を無限の足し算で表してしまおうという考え方だ。なので、サインも無限の足し算で表すことができるんだぜ。サイン x イコール1の階乗分の x マイナス3の階乗分の x の3乗プラス5の階乗分の x の5乗マイナス7の階乗分の x の7乗プラス、という風に、マクローリン展開を使ってサインを表せる。この展開を使うと、分母と指数に奇数が出てくるのね。ここでは、こういう風にもサインを表せるということで、理解しておくわ。それで十分だ。さらに両辺を x で割ると、x 分のサイン x イコール1の階乗分の1マイナス3の階乗分の x の2乗プラス5の階乗分の x の4乗マイナス。となる。これは後で使いやすくするためだけだから、今はあまり気にしなくていい。これで、まずはサインを無限の足し算、引き算の組み合わせにすることができた。これでサインのマクローリン展開は OK だぜ。まだまだ、これじゃわからないわね。サインを今度は因数分解してみる。因数分解は中学校でやったわね。数式を括弧でまとめた掛け算の形にするやつね。その因数分解をサインに当てはめていく。サイン x イコール x かける x マイナス π かける x マイナス 2π、先に答えを書くと、このように因数分解できるんだ。なぜかしら？まずは、この式を見てくれ。この式の合計が、0になるようには x に何を入れればいい？整数を一つずつ当てはめていけばいいわね。x イコール0の時は、0マイナス0プラス2イコール2だからダメ。x イコール1の時は、1マイナス3プラス2イコール0だから OK。x イコール2の時は、4マイナス6プラス2イコール0だから OK。他にもあるのかしら？いや、x が1と2の時だけだ。次の式を見てくれ。x マイナス1かける x マイナス2、この式が0になるのはどんな時だ？括弧の中だけ考えればいいから、x が1と2の時ね。そうなんだ、最初に解いた x の2乗マイナス 3x プラス2と、x マイナス1かける x マイナス2は同じ答えを持つ。だから同じ式なんだ。このように、式の合計が0になる答えがある場合、括弧だけの式で表すことができる。サインが0になるタイミングは、0、π、-π などの時だから。
sin x イコール x かける x マイナス π かける x マイナス 2π と因数分解できる。関数が0になる答えが分かっていれば、いきなり因数分解ができてしまうのね。これで sin の因数分解もできた。ただ、この後計算しやすくするために、sin x イコール x かけ1マイナス π 分の x かける1プラス π 分の x と括弧の中を少し変形する。この書き方でも x に 0π が入った時計算結果が0になる。さらに両辺を x で割ることで、右辺を括弧の式だけにする。x 分の sin x イコール1マイナス π 分の x かける1マイナス 2π 分の x、1プラス π 分の x かける1プラス 2π 分の x となる。これで sin に対する2つの計算式を得たぜ。マクローリン展開の式と因数分解の式ね。マクローリン展開が x 分の sin x イコール1の階乗分の1マイナス3の階乗分の x の2乗プラス5の階乗分の x の4乗マイナス。因数分解が x 分の sin x イコール1マイナス π 分の x かける1マイナス 2π 分の x。1プラス π 分の x かける1プラス 2π 分の x。でも、ここからどう答えを求めればいいか、まだピンとこないわ。実は因数分解側だけもう少しだけ計算する必要がある。もったいぶるわね、もう因数分解側はだいぶ計算したわよ。待ってくれ、もう少し計算できるんだ。因数分解の2乗の公式を使う。a の2乗マイナス b の2乗イコール a マイナス b かける a プラス b、という式だ。こんな式習ったわね。因数分解側の式をよく見ると、1マイナス π 分の x と1プラス π 分の x、1マイナス 2π 分の x と1プラス 2π 分の x、とペアになっているのがわかるか？この因数分解側の式に、因数分解2乗の公式が隠れているのね。気がついたな霊夢、なのでこの式はさらに計算できる。1マイナス π の2乗分の x の2乗かける1マイナス 4π の2乗分の x の2乗、計算するとこのようになる。ここまでくればあと少しだ。霊夢、この式の x がついていない部分、x の0次式というが、この係数はいくつになる？こんなに括弧がいっぱいついている式計算できないわよ。確かに規則性がなければそうかもしれない。でもこれは、括弧の中で1と x の2乗は変わってないだろう。なので一つずつ計算していくとイメージがつくと思う。a プラス x かける b プラス x、霊夢、この計算をしてみてくれ。ab プラス a プラス b かける x プラス x の2乗よ。よし、次はこの式だ。a プラス x かける b プラス x かける c プラス x。地道に計算してみせるわ。まずは左二つの括弧だけを展開。ab プラス a プラス b かける x プラス x の2乗かける c プラス x。その後、残りの括弧も展開するわ。abc プラス a プラス b プラス c かける x の2乗プラス ab プラス bc プラス ca かける x プラス x の3乗。x がついていないのは abc だけだが、x 分の sin x の因数分解で、abc に当てはまるのは何になる？ x 分の sin x を因数分解すると、1-π の2乗分の x の2乗かける1-4π の2乗分の x の2乗かける 1-9π 分の x 2乗、よね。だから a, b, c に当てはまるのは1だわ。そうなんだ、括弧を展開する際に、1か x の2乗側のどちらかを、選んで展開する必要があるんだが、x がついていない部分は、各括弧の1を全部選び、掛け算したものになる、つまり1になるんだ。連続する括弧を展開するときは、各括弧のどれを選んで掛け算をするかということね。バーゼル問題を解くには x の2乗の係数に着目すると、解くことができる。x の2乗の係数はどう導けるかというと、すべての括弧を計算していく中で、一つだけ x の2乗側を選び、残りの括弧ではすべて1を選んだものの合計になる。残りの括弧で一つでも1以外を選んでしまうと、x の4乗以上になってしまうからな。この組み合わせパターンを合計すると、一つはマイナス π の2乗分の x の2乗、その次はマイナス 4π の2乗分の x の2乗、さらにその次はマイナス 9π の2乗分の x の2乗、となる。さらにマイナスと x の2乗、π の2乗は共通しているから、マイナス π の2乗分の x の2乗かける1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1プラス、とくくることができるんだぜ。この括弧の中ってもしかして、そう、バーゼル問題そのものだな。この式は、もともと x 分の sin x を因数分解した時の、x の2乗の係数部分だったな。そして x 分の sin x の因数分解とマクローリン展開は、同じ x 分の sin x から計算しているので同じとみなせる。つまり、x の2乗である部分を比較すればいいのね。冴えてるな霊夢。マクローリン展開の式をもう一度出してみよう。x 分の sin x イコール1の階乗分の 1-3 の階乗分の x の2乗プラス5の階乗分の x の4乗マイナス7の階乗分の x の6乗プラス、だったな。x の2乗の係数は -3 の階乗分の1イコール -6 分の1となる。この -6 分の1と因数分解から導いた。
マイナスパイの2乗分の1かける1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1プラスは一致するので、マイナスパイの2乗分の1かける1の2乗分の1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1プラスイコールマイナス6分の1とイコールで結べる。この式を計算すると、1の2乗分1プラス2の2乗分の1プラス3の2乗分の1プラス4の2乗分の1プラス、イコール6分のパイの2乗。急に答えが出てきたわ。すごいわ、こんなに綺麗な数字になるのね。そして、説明を聞いてもサインを使って導こうなんて、思いもしないわよ。オイラーがいかに天才か感じるだろう。6分のパイの2乗イコール 1.64。だから、前段で求めた2より小さいのも合ってる。そして分数の足し算なのに、答えにパイが入る。美しい。今日は、バーゼル問題について説明したがどうだった？数学の美しさとオイラーの偉大さを感じたわ。数学の証明に美しさを感じ始めたら、もっとこっちの世界に足を踏み込めるぞ。私も負けずにバーベルでトレーニングして、美しい体を目指すわよ。バーゼルだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。バーゼル問題とオイラーに美しさを感じてしまった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、マリサ。どうした、霊夢。今度友達の誕生日に、ハンドタオルをプレゼントしようと思うんだけど、丸いやつか、四角いやつかで悩んでるの。マリサは、どっちがいいと思う？どっちでもいいんじゃないか？どっちも一緒だろ。形が違うでしょ、形が。そうか。でも、丸と四角は同じ形である、という話もあるんだぜ。は？どういうこと？数学の話になるが、ある考え方を使うことで、丸と四角が同じ形である、とみなすことができるんだ。丸と四角以外に、星型や三角形なんかも、同じ図形とみなすことができるんだぜ。何それ、面白そう。じゃあ今回は、その考え方と、それを発見した天才数学者オイラーについて解説していこうか。土文系の私にもわかりやすいようにお願いするわ。で、オイラーってどんな人なの？オイラーは、本名をレオンハルト・オイラーと言って、18世紀に活躍した数学天文学者だ。現代までの数学界に与えた影響の大きさから、19世紀の数学者ガウスと並んで、数学界の二大巨人の一人と呼ばれているぞ。すごいわね。オイラーは1707年、スイスのバーゼルという場所で生まれたんだ。至って普通の幼少期を過ごし、1720年、バーゼル大学に入学したオイラーは、ここで数学者、ヨハン・ベルヌーイに出会って数学の才能を見出された。オイラーは父の牧師を継いでほしいという願いから、哲学や神学の道に進んでいたが、ベルヌーイの両親への説得を機に、数学専攻へと転じることになったんだ。両親を説得までしてオイラーを数学の世界に入れたベルヌーイさんも、グッジョブね。ここから、1783年に息を引き取るまで、オイラーの躍進は続いていくんだぜ。なんせ、生涯で書いた論文の数が最も多い数学者だからな。その数はなんと、886編にも及ぶんだ。886、それって一体どれくらい？年間の平均で800ページくらいだ。これは並の数学者が一生かかって執筆する量と同じくらいだな。それを1年で。ああ、これが、オイラーの凄さを最も表しているな。論文数が一番多いってことは、一番数学界に貢献したってこと？まあ、そうとも取れるな。数学界に貢献した数学者はたくさんいるが、その中でもオイラーは筆頭候補だと思うぜ。オイラーの凄さは、論文数ももちろんそうだが、多くの分野で多大な功績を残した、ということもある。例えば、どんな分野で功績を残したの？級数、連分数、近似計算、特殊関数、微分方程式、指数関数や三角関数などだな。ん？何を言ったのかよくわからなかったわ。これ以外にも、功績はたくさんあり、特に解析学の功績は膨大すぎるんだ。オイラーの研究成果が完全に伝わらなかったせいか、他の数学者の新たな公式の発見が、オイラーの再発見に過ぎなかった、という事態が起こるくらいだぜ。とにかく、オイラーが凄すぎる数学者だ、ということは伝わったわ。あと一つ、オイラーにはある逸話が存在する。1738年に、数学の研究に没頭しすぎたせいか、右目を失明してしまったんだ。いや、どういうことよ、意味がわからないわ。さらに、1771年には、ついに左目までも失明してしまったんだが、その時オイラーは、むしろ集中できるようになった、と言った、という伝説があるんだぜ。すごいを通り越して、ちょっと引くわ。まあ、私たち凡人には理解できない考え方だよな。ここからは、オイラーが数学にもたらした分野である、トポロジー、について解説していくぜ。トッポギ？いや、餅を炒めた韓国の料理じゃないぞ。トポロジーとは、図形の分野における新しい考え方で、日本語で位相幾何学というんだ。その内容は、伸び縮みさせて同じ形にできる図形同士であれば、すべて同じ形とみなす、という不思議なものだ。待って、全然想像できないんだけど、帰ろうかしら。帰るな。今からわかりやすくなるように説明していくぞ。一つ霊夢に質問だ。今ここに三角形と平行四辺形を書いたが、これらは同じ図形だと言えるだろうか？え？
何言ってるのマリサ、同じ形なわけないじゃない。まあ、普通だったらそう考えるだろうし、それは学校の数学問題だったら正解だな。でも、どうして違う形だと判断したんだ？だって、頂点の数も違うし、辺の長さもバラバラよ。逆に、どこが同じなの？実は、トポロジーの考え方では、同じ図形なんだぜ。私を騙そうとしてる？いや、してないぞ。本当にこれらを同じ形とみなすのが、トポロジーという分野なんだ。トポロジーでは、どんな場合に図形を同じ形とみなすか、が重要となる。例えば、学校なんかで習う同じ図形、すなわち合同というのは、図形の頂点の角度、辺の長さが同じである場合を言っているだろ？うん、私もさっき、そこを考えて違う図形だと言ったわ。そしてその場合というのを、伸び縮みさせた場合、としたのが、トポロジーだぜ。言い方を変えると、辺や面の、つながり方、に注目している、ということだ。つまり、トポロジーでは辺や頂点、面のことは考えずに、つながり方が同じなら、同じ形、ということができるんだぜ。まだ、若干イメージが湧かないわ。じゃあ、輪ゴムで考えてみよう。この輪ゴムが伸び縮みしたら、さっきの三角形や平行四辺形も表すことができるよな？できるわね。輪ゴムを三角形から平行四辺形に変える際に、切ったりつなげたり、穴を開けたりといった操作を加えていないから、これらはつながり方が同じだと捉えることができる。だから、トポロジーでは同じ図形だ、ということができるんだ。なんだか、面白い話をしてるわね。こう考えると、三角形や平行四辺形だけじゃなく、六角形や円、ハート型に至るまで、同じ図形になるんだぜ。今は平面しか考えなかったが、立体でも考えてみると、さらに面白くなるんだ。別にいいです。いや、頑張れよ。トポロジーを使って立体を考えてみると、ドーナツとマグカップが同じ形だと言えるんだぜ。また、変形させてとか言うんでしょ？その通りだぜ。立体図形で分類の基準となるのは、ざっくりと言うと、穴の数、なんだ。例えば、野球のボールとリレーのバトンでは、穴の数が違うから、同じ形とは言えない。しかし、野球のボールとラグビーのボールは、穴の数が等しく0個だから、同じ形だと言えるんだ。なるほど、ドーナツとマグカップは同じく穴の数が1個だから、同じ図形と言える、ということかしら。正解だぜ。ちなみにカップの中の部分は、突き抜けていないから穴とは言えないぞ。このアニメーションを見れば、理解が深まるんじゃないか？なるほどね。ドーナツとマグカップは同じ形だが、取っ手が2個ある鍋なんかは同じ形じゃないんだ。逆に、形が似ているマグカップと湯飲みだが、これらも穴の数が異なるから、トポロジーの考え方では同じ形じゃないな。なんか、新しい考え方ね、少しは分かった気がするわ。ここからは、オイラーがトポロジーの発見に至った、その経緯について解説していくぞ。この解説には、ケーニヒスベルクの7つの橋問題、という問題が、必要不可欠なんだ。シュントとかフンドとか？それは、7つの題材、だろ。今話しているのは、7つの橋問題、だ。何それ？18世紀の初め頃、プロイセン王国の東部に、ケーニヒスベルクという町があったんだ。この町の真ん中に、プレーゲル川という大きな川が流れていて、図のように7つの橋が架けられていた。川がかなり入り組んでいたのね。ある時、町の人が、同じ橋を二度通らずに、元の場所まで戻ってくることができるか、ということを疑問に思ったんだ。これが、ケーニヒスベルクの7つの橋問題、だぜ。霊夢は、できると思うか？ここを通って、こっちに来て、ちょっとわからないわ。この問題で重要なポイントは、陸と橋のつながり方、にある。オイラーは、それ以外の要素をすべて無視してこのように簡略化し、グラフ化したものの一筆書き問題に置き換えられる、ということを見出したんだ。どういうこと？このグラフのどこかを視点として、すべての道を一回ずつ、同じ道を二度なぞらないように通り、再び視点に戻ってくることができれば、七つすべての橋を、一回ずつ通ることができる、ということだぜ。つまり、このグラフが一筆書き可能だったら、橋をすべて通って戻ってくるルートがある、ということだな。なるほどね、それはわかったんだけど、一筆書きできるかどうかは、全部試さないとわからなさそうだわ。そんなことないぞ、オイラーは、すべての点から偶数本の線が出ていなければ、一筆書きで視点に戻ることができない、ということを発見したんだ。それによって、ケーニヒスベルクの7つの橋問題は否定的に証明されたんだぜ。なんで偶数本の線が出てなきゃいけないの？偶数本の線が出ていれば、同じ頂点を素通りすることができるだろ？この図では4本の線が出ているから、これなら2回頂点を素通りできる。もしこれが仮に奇数だったら、素通りできなくなる時が存在するんだ。この図のように5本出ていた場合は、2回は素通りできるが、1回は素通りできないだろ？ああ、そういうことね。まあ、奇数本の線が出ていても始点、終点にはなることができるから、一筆書きできる場合というのは、すべての頂点から偶数本の線が出ている場合と、奇数本の線が出ている頂点が2箇所存在する場合の、2通りしかありえないというのが、オイラーの出した結論だぜ。偶数の場合は始点に戻るし、奇数が2箇所ある場合には始点に戻らない、という違いがあるぞ。さっきの7つの橋問題ならどうなるかやってみたいわ。よし、まずは上の点だが、これは3本の線が出ているな。
次は左の点だが、ここからは5本出ている。下、右とも2、3本の線が出ているな。全部奇数なのね、そりゃ無理よ。ああ、オイラーもそう考えたんだろうな。まあ、7つの橋問題の場合、視点に戻ってこなければならないから。奇数の箇所が1箇所でもあったら、その時点でアウトだけどな。この問題のように、繋がり方に着目して、細かい部分を省略する、という考え方が、トポロジーという分野に繋がったんだぜ。一筆書きから数学の分野を作っちゃうなんて、言葉にできないくらいすごいわ。次は、オイラーが発見した、トポロジーの起点となる多面体の重要な性質について解説していこう。多面体って何？面体庫？いや、面体庫の一種ではない。多面体とは、4つ以上の平面に囲まれた立体のことを言うんだ。複数の頂点を結ぶ直線の辺と、その辺によって囲まれた面によって構成されるぞ。立方体は多面体？そうだぜ、立方体は、有名な多面体だな。ここで気をつけてほしいのは、辺が直線でなくてはならない、ということだ。例えば、円柱みたいな立体は、曲線で囲まれているから多面体じゃないぞ。多面体についてはよくわかったわ。オイラーはどんな発見をしたの？オイラーは、球体に同層な多面体には、頂点の数足す面の数マイナス辺の数イコール2という、簡単な関係が成り立つことを発見したんだぜ。この式を、オイラーの多面体定理というぞ。同層って？同層とは、さっき説明したトポロジーの考え方において、同じ図形である、と言える、ということだぜ。ああ、さっきのよくわからなかったやつね。いや、わからなかったんかい。つまりは、ドーナツとマグカップは同層だし、マグカップと湯飲みは同層じゃないということだぞ。球体に同層な多面体というのは、空気を入れて膨らませれば、球体になる立体だと考えれば、イメージしやすい。例えば、正四面体や正十二面体、直方体などは、空気を入れて膨らませれば、球体になると予測されるから、球体と同層な多面体だと言えるぜ。なるほど、膨らませればいいのね。オイラーの多面体定理を、簡単な多面体を使って、もう少し具体的に見ていこう。立方体は、頂点の数が8、面の数が6、辺の数が12である立体だな。立方体を膨らませれば球体になりそうだから、オイラーの多面体定理が成り立ちそうね。計算してみると、8たす6マイナス12で、確かに2になったな。次は、正八面体でも試してみよう。正八面体とは、このような立体だ。膨らましたら、球体になりそうね。正八面体は、頂点の数が6個、面の数が8個、辺の数が12個の多面体だ。オイラーの多面体定理で計算すると、6たす8マイナス12で、これもまた、2になったな。今は正多面体で確認したが、例えば、正八面体の頂点を一つこのように切り取って、残った多面体を見ても、同じようにオイラーの多面体定理が成り立つんだぜ。頂点が3つ増えて、面が1つ増えて、辺が4つ増えているから、式の値は変わらずにだ。球体と同層なら、どんな多面体でも成り立つ、ということね。そうだぜ、球と多面体を同じ図形とみなし、立体の持つ本質を記述した、重要な定理なんだ。オイラー、本質を見抜く力がすごすぎるわよ。それは同感だな。ところで、トポロジーって現実世界じゃ想像もできない考え方だけど、何かに応用されてたりするの？ああ、されているぞ、というよりか、身の回りにはトポロジーの考え方がたくさんあるんだぜ。一番有名なのは、電車の路線図だな、霊夢も見たことくらいはあるだろう。ああ、私、未だに首都圏の路線図が読めないわ、あれややこしすぎよね。確かにややこしいが、山手線くらいはわかるよな。あの真ん中にある丸いやつね、それくらい知ってるわよ。でも山手線は、実際にこんな円形の線路を走っているわけではないよな。え、違うの？驚きすぎだろ、実際の山手線は、もっとぐにゃぐにゃしてて、円にはほど遠いような形をしているんだぜ。空から見たことなかったから、知らなかったわ。路線図を書くときには、繋がり方だけに注目して、それ以外の要素。例えば、駅間の距離や、カーブの位置などを無視しているんだ。これも、トポロジー的な発想を使っているんだぜ。実際の距離や、カーブの位置を正しく書いていたら、逆にもっとややこしくなって見づらくなっちゃうものね。ああ、路線図を見る人にとっては、新宿から代々木と、代々木から原宿の距離のどっちが長いかなんて、どうでもいい情報だからな。新宿で小田急線に乗り換えることができる、とわかるだけでいいんだ。確かに、どこでどの路線と繋がってるかがわかれば問題なさそうだわ。それでも私には読めないけど。最後に一つ、トポロジーと密接に関係している元未解決問題、ポアンカレ予想、を紹介しよう。元未解決問題ってことは、今は未解決問題じゃないのね。ああ、2003年にロシアの数学者、ペレルマンによって解決されたぞ。ポアンカレ予想とは、原文だと難解だから、簡単に言うと、どこにロープを置いても、縮めて一点に回収できる図形は、大体球である、という予想だ。ん？全然わからないわ。少し具体的に解説するぞ。無限に伸びるロープを積んだ宇宙船を、まずは宇宙に発射する。そのロケットは宇宙の隅々を飛び回り、やがて地球に帰ってきたとするんだ。その後、宇宙に散らばったロープをかき集めて、すべてのロープを回収することができれば、宇宙はほぼ球形である、ということだぜ。
まあ、無限に伸びるロープってのがなければできない話よね。ああ、それでも、ロープが回収できれば宇宙は休憩、回収できなければそれ以外、ということがわかるだけでも、興味が湧いてこないか？ポアンカレ予想はこのように、宇宙の形を証明するための手がかりになるかもしれないんだ。ポアンカレ予想については過去動画でも解説しているから、興味がある人は見に行ってみるといいぞ。この予想が立てられたのも、元をたどればオイラーのトポロジーの考え方からなのね。オイラー、数学に貢献しすぎだわ。そうだな、オイラーの数学に対する貪欲さや好奇心が、数学界を豊かにしたと言っても過言ではないぞ。というわけで今回は、数学界屈指の天才オイラーと、トポロジーについて解説してきたぜ。オイラーの新たな発見一つが、ここまで数学界を盛り上げていたなんて、驚きだったわ。これぞ天才、って感じだよな。オイラーさんが凄すぎて、オイラー、感激しちゃったわ。オイラーだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。私と同じで、東京の路線図がわからない、という方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、マリサ。どうした？霊夢。この前、どこかで互角数定理、っていうのを見たの。互角数定理か、数学好きの中では有名な定理だな。これって、一体どんな定理なの？互角数定理は、無限の掛け算と無限の足し算の式が、深いところで繋がっているという定理だ。無限の足し算と掛け算が繋がっているって、どういうことなのかさっぱりだわ。ある法則にのっとって掛け合わせていった式と、足し合わせていった式が、互角数、という不思議な数を掛け橋にして繋がっている、という定理を互角数定理と言うんだ。互角数定理はそのような性質から、奇跡の定理と呼ばれることもあるんだぜ。奇跡の定理って、なんだか凄そうね、と文系の私でも気になっちゃうわ。それでは今回は、互角数定理、について解説していこうか。お願いします。で、その互角数定理って何なのよ？互角数定理を説明する前に、互角数、というものを知っておく必要があるが、互角数をスムーズに理解するために、まずは似た概念である、三角数や四角数を紹介しよう。まずは三角数についてだ。三角数？三角数とは一言で言うと、点を正三角形の形に並べていった時の点の総数、だ。いまいちわからなかったわ。具体的に図で説明しよう。最初は、このように点を1個置くんだ。そして次は図のように、2個目、3個目の点を置くぞ。正三角形の形になったわ。続いて、4、5、6個目の点をこのように置いていく。この作業を繰り返していくような感じで、さらに点を置いていくんだ。なんだか、ボーリングのピンに似てるわね。そうだぜ、4つ目の図が、ボーリングのピンの並びと一緒だな。このようにして出てきた6や10などの点の数の数字を、三角数、と言うんだ。全部正三角形の並びになっているのはわかるんだけど、三角数には他にどういう性質があるの？三角数は、このように縦2列番号を振るとすると、2列になるものは1プラス2、3列なら1プラス2プラス3のように、点の数が N 列までの自然数の総和になっているんだ。自然数とは、簡単に説明すると1以上の整数だぜ。ほんとだ、4列目だと1プラス2プラス3プラス4イコール10みたいに、列の数までの足し算になっているわね。細かい説明は省略させてもらうが、点を三角形の形に N 列置いたとすると、点の数は2分の N かける N プラス1の式で表すことができるんだ。すなわち、三角数は、この式の N2、3や4などの自然数を代入することで表せる、ということだな。N は列の数ね。確かにこの N は列の数を表しているが、図の左から順番に番号をつけた、その数とも対応している。だからこれ以降、N は左からの順番を表すものとするぞ。わかったわ。N を用いて表された式を、一般項と言うんだ。三角数は、この一般項の N に自然数を代入することで、求めることができるのね。そうだぜ、三角数には、以上のような特徴があるな。続いて、四角数だ。四角数は、点を正方形の形に並べていった時の点の総数だぜ。正方形に置く？ってところ以外は、三角数の時と同じね。そうだな、四角数は、平方数や正方形数という呼び方もあるぞ。そして、図に表すとこんな感じだ。四角数は三角数よりも想像しやすいだろう。それぞれ正方形の形に並んでいるわね。左から点の数は1個、4個、9個、16個だな。これらが四角数なんだが、どんな規則性があるかわかるか？あ、何かわかったか？わからないわ。わかったみたいな反応をするな。四角数は、それぞれ自然数の2乗で表せるという性質があるんだ。1は1の2乗、4は2の2乗、9は3の2乗というように、それぞれ自然数の2乗と対応しているだろ？ほんとだ、確かに2乗した数になっているわね。この場合、一般項は N の2乗だな。三角数よりも画数が多いのに、こんなに短い一般項で表されるなんて、不思議な感じね。直感的に理解しやすくすると、N×N の正方形を用意して、この正方形の上と右に同じ N 個の点を並べる。そして、右上の隙間に1個の点を加えると、点の配置は正方形になり、その一辺は N プラス1だ。
点の総数は n プラス1の2乗個になるから、四角数は自然数の2乗の形を受け継いでいる。正方形を一回り大きくすることを考えて、その時の点の数が、同じく自然数の2乗の形になっているのね。そういうことだぜ。これが、次の四角数の時も、その次も、永遠に続いていくから、四角数の一般項は、単純な n の2乗の式で表すことができるんだ。なるほどね。さらに、正の約数の個数が奇数である自然数は、四角数に限られる、という特徴があるんだぜ。約数って元の数を割ることができる数のことよね。約数の個数が奇数ってどういうこと？四角数じゃない数、具体的には15や26などは、それぞれ約数が1、3、5、15、1、2、13、26と4つあり、数が偶数個だ。12などの約数が多い数でも、6つだったり、24でも8個だから、偶数個だな。そうね。しかし、25や36などの四角数の約数を考えてみると、25は1、5、25の3つ。36は1、2、3、4、6、9、12、18、36の9つになっているんだ。すごい、確かにこれなら、約数の数が奇数個なら必ず四角数になると言えそうね。そうだぜ、四角数には、このような特徴もあるんだ。三角数も四角数も、面白いわね。次は、五角数かしら？そうだな、ここからは五角数について解説していこう。五角数も、三角数や四角数と同じように考えることができる。つまり、点を正五角形の形に並べてった時の点の総数を表している、ということだな。具体的には、どんな感じなの？まずは、三角数や四角数の時と同じように、点を1個置く。次は、5個を正五角形の形に並べるんだ。ふむふむ。続いて、正五角形の2辺を拡張するような感じで、一回り大きな正五角形を書くように点を並べる。その次も同じような感じだな。ここで、それぞれの点の数を数えてみると、左から1、5、12、22、となる。これらの数が、五角数、だぜ。五角数にも、三角数や四角数みたいな、一般項はあるの？あるぞ、五角数は、2分の n×3n-1 の式で表すことができるんだ。例えば、3番目の図では点が12個だが、n イコール3を代入して、2分の 3×3×3-1 イコール12となり、一致する。ほんとだわ。1個から5個になるときは点が4個増え、5から12では7個。12から22では10個というように、正五角形が増えるごとに増える量が3個ずつ増える。五角数の一般項は、この性質から求めることができるんだ。正五角形になると、見たこともない形だから難しそうに見えたけど、一般項があるなら安心ね。五角数とは、このような数のことを言うぞ。よくわかったわ、正五角形を増やしていって、その点の数が、そのまま五角数になるのね。よし、五角数がわかったところで、次はいよいよ本日の主題、五角数定理、について説明していこうか。五角数定理では、次のような式を使うんだ。全部 1-x のような形で、x の指数がどんどん増えているのね。この式と五角数に関係があるの？そうだぜ。だからまずは、この式を順番に沿って計算してみようか。了解よ。最初は 1-x×1-x の2乗だな。これは中学で習う展開の公式を用いて、1-x-x の2乗プラス x の3乗とできる。その次は、新たに 1-x の3乗を掛け合わせて、この計算から、式はこのように展開できるな。x の3乗の項は互いに打ち消し合うから、最終的に式はこうなるぞ。ふむふむ。続いて、1-x の4乗を掛けると、答えはこうなるな。ここで、何か気づくことはないか？式が長い。それもそうだが、それぞれの式を見てみると、共通した部分があるだろ？もしかして、1-x-x の2乗のところ？そうだぜ、1-x-x の2乗の部分は、最初の掛け算から全く変化していない。ここから察するに、1-x の5乗を次に掛けたとしても、1-x-x の2乗は変化しないと言えそうだ。そうなの？いつかは変わる気がするけど。例えば、1-x の5乗を掛けるとき、1-x の4乗までを掛けて展開した式に、新たに掛けるよな。そこはわかるわ、確かにこうなるわね。この式を展開するにあたっては、まず上の式と下の式に分解できることはわかるか？わかるわ。1と左の式の項をかけたら、左の式がそっくりそのまま残る。マイナス x の5乗と左の式の項をかけたら、少なくとも x の5乗より小さい指数の値が出てくることはない。この場合だと、x の4乗以下は出てこない、ということだ。つまり、1-x-x の2乗はそのまま残るということになる。1-x の6乗、1-x の7乗と続いていっても、x の6乗や x の7乗以下の指数が出てくることはないから、1-x-x の2乗は確定するな。なるほど、それなら 1-x の6乗をかける時点で、x の5乗までは確定することになるのね。x
鋭いな、その通りだぜ。かける数の指数が増えていくにつれて、どんどん前の値が確定していくことが予想できるだろう。そうしていった結果が、これだ。式を見てみると、決して指数が1、2、3、4みたいに順番に増えていくわけじゃないところが意外ね。そこも確かに興味深いが、それ以外にも面白い部分が隠れているぞ。そうなの？ 1-x の4乗までかけた時点で、式は 1-x-x の2乗プラス 2x の5乗と続く式が出てきたな。項の一部に、2、が含まれていただろ？しかし、無限に掛け合わせた結果の式はどうなった？あ、2どころか、3や4もないわ。その通りで、各項それぞれの係数が、-1 か1の2通りしか現れないんだぜ。これ以降も、現れないことがわかっているんだ。面白い性質ね。さて、もう一つ、決定的に興味深い性質があるんだが、それはわかるか？今回の主題は、互角数、定理だぜ。もしかして指数が全部互角数になっているの？半分正解だな。まず、互角数をおさらいすると、1、5、12、22と続いていく数だ。そして、この式の指数は0、1、2、5と続いていく。最初に0を入れたのは式の最初の項に1があるからだぜ。x の0乗があるとした場合、すなわち1を 1×x の0乗とみなした場合を表しているぞ。これを見ると、偶数の項が互角数と一致していることがわかるな。半分しか正解じゃなかったのね。でも奇数の項にある2や7は、互角数と関係があるの？実は、関係あるんだぜ。互角数ではない部分を取り出すと、0、2、7、15だが、これらは互角数の一般項、2分の n×3n-1 の n に、0や負の値を代入した時に出てくる数字なんだ。そうなの？関係終わりじゃない。ああ、例えば、n=-1 を代入して考えてみようか。n=-1 を代入すると、式はこのように計算できるから、答えは2になって、先ほどの指数の部分と一致している。ほんとだ。n=-2 を代入した時も、n=-3 を代入した時も、n=0 を代入した時も、それぞれ式の指数と一致しているぞ。全部一致したわ、すごい。このことから、式のすべての指数が互角数の一般項で表現できる、ということが言えるんだ。以上が、互角数定理だぜ。一見全く関係ない式と互角数が、深いところで繋がっているなんて、見つけた人は天才だわ。見つけたのは、霊夢もよく知っている数学の天才、オイラーだぜ。このチャンネル準レギュラーのオイラーさんね。いつから準レギュラーになったんだ。オイラーは1750年に、このような等式を主張したんだ。何これ、わけわかんないんだけど。この式は、先ほどまでの説明を一つにまとめたような感じになっているんだ。赤枠で示した部分が先ほどの式、1-x×1-x2×1-x3を表していて、青枠は互角数の一般項をそのまま書いているだろ。確かに、よく見たらさっきであった式が書いてあるわ。この部分から、これが互角数定理の式だということはわかると思うが、もう少し掘り下げると、面白い性質が見えてくるぞ。どんな性質なの？式の中に、あまり見たことないと思うが、π とシグマという記号があるのはわかるか？うん、確かに見たことないけど、その記号があることはわかるわ。この π とシグマは、それぞれ掛け算と足し算を表しているんだ。さらに、それぞれの記号の上に無限を表す記号が載っていることから、無限の掛け算と、無限の足し算を表しているんだぜ。オイラーが発見した等式は、これらがイコールの形で結ばれているんだ。掛け算イコール足し算になっているってこと？ああ、説明を思い返してみても、式の計算は無限の掛け算で、互角数は無限の足し算だっただろ？式の計算は無限に掛け合わせたもので、互角数は点の数を無限に足し合わせていったわね。まあ、無限の掛け算を展開して無限の足し算になることは、直感的に理解できるかもしれない。ただ、それらが互角数を架け橋に繋がっているということに、意外性が感じられるんだ。そうね、互角数が出てくるのは、とても不思議なことだと思うわ。式の証明については難解なので割愛するが、ヤコビの三重積公式、というものを用いれば、証明することができるぞ。ヤコ？よくわからないけど、式の凄さは伝わったわ。最後は、自然数の約数の和と、互角数が深い関係にあることを紹介するぜ。約数ってさっきも少し出てきたわよね？ああ、四角数の説明で少し出てきたが、もう少し詳しく紹介しよう。約数とは、ある整数を割り切ることができる整数のことだ。例えば、4を割り切ることができる整数は、1、2、4の3つで、これらが、4の約数だな。12を割り切ることができる整数は、1、2、3、4、6、12だ。これら6つの数字が、12の約数になっているぞ。約数は小学校でも習うし、あまり難しいわけでもないわよね。では、互角数定理と約数の関係を紹介するために、約数の和を考えるぞ。約数の和だから、約数同士を足し合わせていくだけだな。4の約数は1、2、4だが、約数の和はいくつになる？それは、単純に考えて1プラス2プラス4で7よね。そうだな、次は5の約数の和を考えて、1プラス5イコール6だ。6の約数の和はどうなるかわかるか？6の約数は、1、2、3、6だから、その合計を考えて、1プラス2プラス3プラス6イコール12ね。
正解だ。ここで、自然数 n の約数の和を sn と表すとすると、それぞれ s4 イコール7、s5 イコール6、s6 イコール12という漢字になるぞ。この表し方は見たことがないかもしれないが、しっかり理解しておいてほしい。n の約数の和を、sn イコールの形で表す、ということね。sn は、先ほどのように約数を求めてから、その和を計算しても求めることができるが、n より小さい数の約数の和を用いて表すこともできるんだぜ。どういうこと？ sn を求める公式に、このようなものがあるんだ。n に数字を代入することで、n の約数の和を、n-1 以下の数の約数の和で表すことができる、ということだな。そして、この数字の部分に、見覚えはないか？あ、互角数定理の指数の部分ね。その通り、この公式も、オイラーによって発見されたもので、互角数定理を言い換えたものになっているんだ。この n に自然数を入れることで、その数の約数の和を求めることができるんだぜ。本当に？ちょっと疑わしいわね。では具体的に数字を当てはめてみようと思うが、その前に2つのルールがあることを頭に入れておいてくれ。2つのルールって？1つ目は、sn-n となった時に、その項は n として扱うということ。2つ目は、k 大なり n の時、sn-k となった場合はその項の数字を0とする、というルールだ。ちょっとよくわからなかったわ。それなら、具体例を交えて説明していこう。まず、s1 イコール1、s2 イコール1プラス2イコール3、s3 イコール1プラス3イコール4ということを踏まえて、先ほど計算した S4、S5、S6 を考えてみよう。S4 は、S4-1 プラス S4-2 マイナス S4-5 マイナスで、S4-5 以降は、ルールの二つ目によって0になるから、S4 イコール S3 プラス S2 の形になる。S3 イコール4、S2 イコール3から、4プラス3イコール7となり、普通に計算した時と一致したな。ほんとだ。続いて S5 は、S4 の時と同じように公式に N イコール5を代入して考えると、S5-7 以降は0、S5-5 はルール1により、5という扱いをするから、計算は S4 プラス S3-5 となり、7プラス 4-5 で6だな。これも、計算した時と一致したわね。S6 も同じように計算していくと、答えは12になって、確かに一致するぞ。結果的に、4、5、6で確かめたところ、すべての数で一致したな。すごいわ、約数の和が、互角数定理を利用した式で求めることができるなんて、不思議ね。このことから、自然数の和と互角数も、深いところで繋がっていることがわかる。互角数定理には、このような発展した考え方もあるんだぜ。最初は五角形に点を並べていくことを考えていただけだったのに、いつの間にか約数の和の話にまで飛躍していて、互角数というものに無限の可能性を感じたわ。ああ、オイラーの発見は、さらに数学界を飛躍させることになっていったんだぜ。というわけで今回は、互角数定理、について、その概要から紹介してきたぜ。五角形と、指数が増えていく式や、約数の和が、深いところで繋がっていたのは、面白かったわ。数学には、意外なところで繋がりが見つかったりするから、目が離せないんだぜ。互角数定理について、理解できたか？合格だわ。互角数だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。互角数の性質が想像以上、と思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。マリサ、数学者オイラーっていろんなところに名前を残しているわよね。そうだな、このチャンネルでもよく出てくるし、オイラー、と名前のついた定理や法則はたくさんあるぜ。それだけオイラーという数学者が偉大で、様々な分野で功績を残していたという証拠だ。ということは、私の知らないオイラーの名前がついた何かがあるんじゃないかしら？何か私でも理解できそうな、面白いものはない？じゃあ、オイラー定数ガンマは知っているか？ガンマン、オイラーは銃の使い手でもあったのね。ガンマンではなくガンマだ。ギリシャ文字の一つを使ってオイラー定数というものを表している。知らないようだから、今回はオイラー定数について解説をしていこう。よろしく頼むわ。まず、オイラー定数はガンマというギリシャ文字を使って表されるぜ。このオイラー定数ガンマは、円周率 π や、自然対数の定義と並んで、重要な数学定数の一つなんだ。π とか言って、正確に意味が分かってなくても数学の公式とかでよく見かけるわ。それらと同じくらい重要なものなのね。ああ、そして、その式はこのようになるんだぜ。いきなり難しい式が出てきたわ。安心しろ、順番に説明をしていくぞ。まずリミットってなっているのは極限、だ。極限というのは、一定の法則に従って変化する変数が、ある値に限りなく近づく、ということを表している。例えば、2、4、6、8、と偶数の数列があったとする、n 番目の数字はどうなるかわかるか？ n 番目の偶数ってことね、だったら 2n って表し方になるわ。そうだ、この n 番目の数字っていうのを一般項、というぜ。そして、この数列を無限に続くと考えるとどうだ？無限にって、それはどこまでも大きくなっていくわよ。その通り、無限に続く数列のことを無限数列、と言うんだが、今回の場合は、どこまでも大きくなってしまう。それを無限大に発散する、という言い方をして、数式ではこのように書くぜ。
リミットの下に N や印無限ってあるわ。これは N を限りなく大きくする、という意味だ。N を大きくしていくことによって、一般項に N もどこまでも大きくなる。これが無限に発散する、ってことなのね。でも、どんな数列でも、無限に書き続ければ無限大になるんじゃないの？いやいや、そんなことはないぜ。次にこんな数列を考えてみよう。1、2分の1、3分の1、4分の1、という数列だ。これは分母が1ずつ大きくなっているわ。そうだ、一般項はわかるか？一般項ってことは、N 番目がどうなっているかってことね。分母が1ずつ増えているわけだから。N 番目の分母は N だわ。だから一般項は N 分の1だわ。そうだ、じゃあこの数列を無限に書くとどうなるだろうか。分母がどんどん大きくなっていくわよ。100分の1、1000分の1、1万分の1って感じね。ああ、どんどん数は小さくなっていくよな。それを無限に書くわけだから0に近づいていく。うん、なんとなくそうなりそうな感じがするわ。このようにある値に近づいていくことを収束、というぜ。今回の場合、この数列は0に収束している。そして、収束しない場合を発散、というんだ。収束しないっていうのは、どんどん数が大きくなっていくみたいな感じのことね。正確には発散、はさらに細かく分類できるぜ。今霊夢が言ったような、どんどん大きくなっていくっていうのは正の無限大に発散する、っていうやつだ。逆にどこまでも小さくなっていくこともある、その場合は負の無限大に発散する、だ。そして、そのどちらにも当てはまらないのが振動、だ。どちらにも当てはまらないって、どういうこと？例えばこんな数列だ。プラス1、マイナス1、プラス1、マイナス1。これを無限に書いていくとどうなる？プラス1とマイナス1がずっと繰り返しているわね。無限大になるわけでも、ある値に近づいているわけでもないわ。そう、このような場合は振動、と言って、発散、の一つだ。さて、少し話を戻そう。さっき考えた1、2分の1、3分の1、4分の1、という数列は0に収束する。そうだったわね。じゃあ、この数列の各項を無限に足していくとどうなる？つまり1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラスと無限の足し算をするんだ。無限の足し算とはいえ、足す数はどんどん小さくなるわ。それに、いつかは足す数自体が0になっちゃうわ。だから、なんか適当な数に収束するんじゃないかしら？残念ながら実は、これは正の無限大に発散するぜ。本当かしら？だって、元の数列が無限に書くと、0に収束するのよ。では、その証明をやってみよう。1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラスと無限に足し算が続いている。これをこのように括弧でまとめてしまおう。分数の部分が、1個、2個、4個ってまとめられているわ。ああ、そしてこの式と代償関係を比べるぜ。括弧の中で、分数が同じになったわね。それぞれの括弧の中で、一番小さい分数になっている。ってことは、こっちの式の方が小さいわ。そうだ、じゃあ不等式はこうだ。そして括弧の中の分数を計算してみよう。2分の1は1つだけだから、このままだ。次の括弧は4分の1が2つだ。これの足し算は2分の1よ。さらに次の括弧は、8分の1が4つだ。ということは、これも2分の1ね。その次は、16分の1が8つだから、ここも2分の1だぜ。同じように考えると、2分の1の足し算が無限に続くことになる。そうすると、計算式は1プラス2分の1プラス2分の1プラス2分の1だ。2分の1を無限に足すのね。じゃあこれは無限大に発散よ。その通りだ。この足し算は発散してしまったが、元の足し算はどうだろうか。この足し算って、元の足し算よりも小さいわよね。その小さいはずの足し算が無限大になったってことは、元の足し算は、それより大きくならないといけないわ。そうなんだ。小さい方が発散しているから、元の足し算も発散しているはずだ。ということで、この足し算は無限大に発散するんだ。おお、一つ一つの足し算は、どんどん小さくなって、ゼロに近づくけど、それを足し合わせると無限大になるのね。まさに塵も積もれば山となる、ということを表す式だぜ。ちなみに、これをきちんと数式で表すとこのようになり、左辺は調和係数、と呼ばれている。最初に見たオイラー定数の式の形に似ているわ。このシグマという記号が足し算を繰り返す、という意味だ。この記号は顔文字で使うわよ。この記号の上下に K イコール1、N、とあるから、K 分の1の K に1から順に代入して足していっているんだ。この記号、そんな意味があったのね。でも、これだとオイラー定数の式とはまだ違うわよ。オイラー定数では、対数関数の極限も考えなければいけない。対数っていうのは何だったかしら？対数っていうのは、簡単に言うと指数の逆だ。指数はわかるわ、何乗とかっていうやつね。そうだ、A を i 回掛け算するというのは、A の y 乗と表せる。この時2の y 乗イコール8の時、y の値はいくらになるだろうか。2を何回か掛け算して8になるんだから y イコール3だわ。2の3乗イコール8だもの。同じように2の y 乗イコール16だと、どうだ？それは y イコール4ね、2の4乗イコール16よ。これらの場合は、整数になったからわかりやすいな。じゃあ、2の y 乗イコール10だったらどうだろうか？ 2 を何回掛け算すれば10になるかってことよね？あれ？そんな数、存在しないんじゃない？
存在しないわけではない。3乗で8、4乗で16だったから。3と4の間の数で、10になるはずだろう。このように2を何乗すれば10になる、という数をログに、10と表すんだ。一般には x イコール a の y 乗という指数関数を y イコールログ a、x という対数関数に変形できるぜ。へぇ、対数ってそういう意味だったのね。オイラー定数の計算で使われている対数は自然対数といって、定が省略されている。定っていうのは、ログの後ろについている小さい数だ。自然対数って言葉もよく耳にするわ。そして y イコールログ x のグラフはこのような形になる。対数について、さらに詳しく知りたい人は、高校数学を勉強してくれ。オッケー、わかったわ。このグラフから、対数関数は発散するということがわかるだろう。確かにグラフは少しずつ右に上がっていっているわ。ということで、調和級数、対数関数は、共に極限を取ると無限大に発散することがわかった。そして、オイラー定数というのは、これらの差を取ったものなんだ。オイラー定数の定義も引き算の形になっているわ。でも、これって無限大引く無限大の計算ってことになるんじゃない？この計算はどうなるのかしら？実は、この差の極限は収束することがわかっている。収束するってことは、ある値に近づいていくってことね。ああ、このような結果になるのは、調和級数も対数関数も発散のスピードが同じくらいだからなんだ。発散のスピードっていうのは何？調和級数を考えたとき、足す数がどんどん小さくなってゼロに近づいていっただろう。数が大きくなれば、足される割合が小さくなるから、発散するには計算量が多くなってしまうんだ。これは、対数も同じで、グラフを見ればわかる。対数のグラフも、増えてはいるけど、右に行けば行くほど上がり幅が小さくなっているわ。それぞれの発散のスピードは遅く、同じくらいだから、差を取った時に収束するというイメージだ。そして、この式を図形的に表現すると、このように表すことができる。この図の斜線をつけた部分の面積がオイラー定数の値になる。これは、どういうことなのかしら？まず階段状になっている部分が、調和級数を表している。それぞれの長方形は、幅が1になっているだろう。そして一つ目の長方形は高さが1だ。1×1 で面積が1ってことね。曲線は、y イコール x 分の1だから、x イコール1の時、その高さは2分の1だ。だから2つ目の長方形は、1×2分の1イコール2分の1で、面積が2分の1だぜ。あとは、同じように、高さが3分の1、4分の1となるわけだから、長方形の面積も3分の1、4分の1となるというわけだ。なるほど、この長方形の面積を合わせたら1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラス、という計算になるわ。これがシグマの部分の計算ね。でも、ログはどこに行ったの？この図の中にログは出てきてないわよ。実は、対数関数の部分は、y イコール x 分の1と x 軸の間のこの部分の面積になっているんだぜ。あれ、どうしてログの式じゃなくて、y イコール x 分の1になるのかしら？ここもきちんとした説明をすると、長くなってしまうので、少し省略をするが、x 分の1を積分するとログ x が出てくる、積分というのが、面積を求める計算ということだ。ここで示した図と式は、わかりやすくするために簡略化されている部分がある。厳密には積分区間なども考慮しないといけないが、これも高校数学で学習することだから。詳しく知りたい人は調べてみてくれ。なるほど、わかったわ。オイラー定数の式では、それぞれの差を取っていた、つまりこの図では面積の式算だ。階段上の部分から、その下の面積を引いて、残ったこの部分が、オイラー定数の値になるということだ。これ、値が収束するってことは、いくらになるかわかっているのよね。わかっていると言っても、実は全てがわかっているわけではなく、未解決の部分もある。値はおよそ 0.577215666 となるんだ。そして、その名の通り、これを発見したのは、あの大数学者レオンハルト・オイラーだ。オイラーはもともと調和級数に関する研究をしていた。その際に、調和級数と対数関数の増え方が等しいということに気がついた。どっちも発散するけど、発散のスピードは遅かったのよね。そうだ、そしてその差がある値に収束することを証明し、その値がオイラー定数、と呼ばれるようになるぜ。ただ、オイラー自身は、この値を表すのに C を用いていた。あれ？今は違う文字よね？ああ、現在ではギリシャ文字のガンマを用いるのが一般的だ。この記号を使ったのはイタリアの数学者、ロレンツォ・マスケローニが初めだ。彼もまたオイラー定数についての研究をしていた数学者の一人だぜ。オイラー自身はこの値を小数16桁までで計算で求め、その後マスケローニは32桁まで求めた。おお、オイラーの倍の桁数を求めているわ。ただ、マスケローニの計算は、後に誤りが見つかり正しいのは20桁までだったんだがな。そして、オイラーに並ぶ大数学者であるガウスは40桁まで計算をしているぜ。偉大な数学者がたくさん関わっているのね。だったら、オイラー定数については、ある程度研究も進んでいるんじゃないの？もちろん研究は少しずつ進んでいるんだろうが、発見から280年以上経った今でも謎が多いんだ。そもそもオイラー定数は有理数なのか無理数なのかすら分かっていない。
有理数と無理数ってなんだっけ？簡単に言うと、分数の形で表されるのが有理数、分数の形で表すことができないのが無理数だ。分数にできるかどうかって、そんなに重要なの？有理数か無理数かっていうのは、数の本質としては全く違うものだ。小数点以下が無限に続くものを無限小数、と言うんだが、問題は、その数の並びに規則性があるかどうかだ。規則性？ああ、例えば 0.3333 という小数は、無限に3が続く、しかし分数で3分の1と表すことができる。他にも、0.142857、142857、という数も無限に続くわけだが、分数で表すと7分の1だ。無限に数が続くとなると書き表せないけど、分数にしちゃうととってもシンプルね。このように分数の形で表すことができるのは、小数点以下の数の並びに規則性があるからなんだ。しかし、規則性がなければ、分数を使った表現ができない。無理数の例としては、円周率 π や自然対数の定である e、ルートを用いて表したルート2、ルート3などだ。これらは規則性がなく、無限に数が続くから、分数を用いた表し方ができないぜ。オイラー定数ガンマは、現在では数万桁計算がされているが、規則性があるかないかは分かっていない。え？数万桁も計算して規則性がないなら、もう規則性なんてないんじゃないの？いやいや、そんなことは言い切れないぞ。もしかすると、1万桁、10万桁、100万桁という単位で数が循環している可能性もある。今分かっている数では規則性がないかもしれないが、この後も規則性がないということが、証明されたわけではないからな。そうか、その後もすべて、規則性はないっていう証明が必要なのね。ちなみに現在では、オイラー定数ガンマは超越数、だろうと予想されている。超越数？なんだか強そうね。超越数というのは有理係数の代数方程式の解にならない数、のことだ。わからないわ。諦めるのが早い、言葉は難しいが、その意味は意外と単純だぜ。簡単に言うと、方程式の解にならないってことだ。方程式は中学校でも習うやつね。そうだ、ただし、その方程式の係数部分は有理数だけ、無理数の係数の場合は除くぜ。有理数はさっき確認したわね。無理数がついた方程式がダメってことは、こういう方程式は考えないってことね。そうだな、それだと π がついているからダメだ。係数が有理数である方程式の解を代数的数、と言い、超越数はそうではない数だ。例えば、どんな数が超越数なの？円周率 π や自然対数の定義などがその代表例だぜ。そして、超越数だということが証明されれば、それは無理数だということも言える。じゃあ、超越数イコール無理数ってことかしら？いや、それは正しくない。超越数ならば無理数、とは言えるが、無理数ならば超越数、というのは間違いだ。x の2乗マイナス2イコール0という方程式を考えてみるといいぞ。この方程式は、係数が有理数だわ。この方程式を解くと、x の2乗イコール2となるから x イコールプラスマイナスルート2ね。ああ、有理係数の方程式の解だからルート2というのは超越数ではないぜ。なるほど、ルート2は無理数だけど、超越数ではない数なのね。しかし、さっきも言ったように超越数ならば無理数、は正しいから、オイラー定数が超越数であることを、証明すれば、無理数であるということも言えてしまう。オイラー定数が有理数か無理数かっていう未解決問題も一緒に解決するのね。ああ、そういうことだ。ということで、今回はオイラー定数ガンマについて解説をしてきたぜ。たった一つの文字で表されているけど、とても奥が深いわね。無限大に発散するもの同士を引き算すると、ある値に収束するっていうのも、面白かったわ。無限や極限は、直感とは異なる答えが出てくることがあるからな。280年以上も未解決っていうのもすごいわ。数万桁も計算されていたら、規則性があるかどうかなんてわかりそうなのに、そうではないっていうのも、数学の面白いところよ。オイラー定数の不思議を解き明かすには、我慢強く研究しないといけないわね。ガンマだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、ストレス発散した人は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ああ、奇跡的な出来事とか起こらないかしら。いきなりどうしたんだ？日常が退屈だから奇跡の一つや二つ起こってくれないかと願っていたのよ。奇跡は滅多に起こらないから奇跡なんだぜ。確かにそうね。奇跡を起こすことはできないが、かつて奇跡的なものを発見した数学者の話ならあるぜ。ちょっと気になるわ。オイラーという天才数学者が発見したものなんだが、実は三角形の中に奇跡としか言えない性質を持つ線が隠れているんだ。これはオイラーが発見したことからオイラー線、と呼ばれているな。そこまで言うならちゃんと説明してほしいわね。それでは、今日はオイラー線について説明しようじゃないか。お願いするわ。オイラー線の凄さを理解するには、三角形が持ついくつかの特徴を知っておく必要があるな。三角形ってそんなに特徴があるの？ああ、三角形には面白い特徴がたくさんあるんだ。オイラー線がいかに奇跡的な線なのかを分かってもらうためにも、まずは三角形が持つ興味深い性質から紹介するぜ。まず、ここに三角形があるな。この三角形の頂点をそれぞれ A、B、C として各辺を AB、BC、CA とする。
そして角辺の真ん中、つまり中点、から辺に対し垂直になるように線を引くんだ。これは数学的に垂直二等分線というぜ。辺を二等分する垂直な線ということね。そうだ。この線をそれぞれ引いていくと、霊夢なんか気づかないか？各辺から引いたすべての垂直二等分線が一点で交わっているわ。そうなんだ。基本的に直線は平行でない限り2本の直線はどこかで交わることになるが、3本の直線が一点で交わるというのは、状況的にはかなり特殊だよな。ちなみに、三角形の各辺における垂直二等分線が一点で交わるというのは、今回、例に出した三角形でたまたまなったというわけではなく、どんな三角形でも必ず発生する性質なんだ。そしてこの交わった点を数学では外心、と言うんだぜ。三角形の内側にあるのに外心、というのは不思議ね。別に外心は必ず三角形の内側にあるわけじゃないんだ。正三角形や全ての角が90度以下の鋭角三角形では、外心は内側に位置するが、直角三角形では外心は斜辺上に位置するし、90度以上の角を持つ鈍角三角形の場合、外心は三角形の内側ではなく、外部に位置することになるんだ。そして外心と呼ばれる背景には外心が持つもう一つの特徴が関わっているんだぜ。それはどんな特徴なのかしら？外心は三角形の3つの頂点から距離が等しいんだ。つまり、頂点までの距離を半径として、外心を中心に円を描くと、すべての頂点に接することになる。これは三角形の外側に接するから、数学的には外接円と呼ばれ、これが外心という名前の背景だな。なるほどね。それにしても各辺の垂直二等分線からこれだけの性質が現れるのはすごいわね。三角形の特徴はこれだけじゃないんだぜ。次は三角形 ABC のそれぞれの頂点から対辺の中点に線を引いたらどうだろうか？例えば頂点 A からは辺 BC がちょうど半分になるポイントに線を引くんだ。この辺は中線、と呼ばれこれを頂点 B と C からも引いていくんだ。また一点で交わったわ。そうなんだ。これもこの三角形に限った話ではなく、同じ条件で線を引くとどんな三角形でも必ず交わるんだぜ。そしてこの交点は重心、と呼ばれているな。これはなんか聞いたことある名前ね。重心は広い意味では質量の中心だ。ある物体を一点で支えようとした時に釣り合って安定するポイントという意味で、日常生活でもたまに使われる言葉だな。三角形における重心も同様の性質を持っていて、重心と各辺で構成される三角形は全て同じ面積になるんだ。つまり重心を G とすると三角形 AGB と BGC と CGA は全て同じ面積になり、仮にこの三角形が均質な重さを持つプレートだった場合、重心を支点にすれば三角形をバランスよく保つことができるな。だからさっきの外心とは違って重心は常に三角形の内側に存在するんだ。でも線を引いて現れた点から同じ面積の三角形が出来上がるなんて不思議ね。これは重心と中線のもう一つの性質によって理解することができるぜ。中線が交わってできる重心は、中線を頂点から中点までの距離を2対1で分割するんだ。つまり、頂点 A から重心 G までの距離は、重心 G から辺 BC の中点までの距離の2倍とも言えるな。そしてこれはどの三角形でもどの頂点から引いた中線でも当てはまるんだ。ところで霊夢、三角形の面積を求める公式を覚えているか？底辺×高さ割る2、じゃないの？そうだ、よく覚えていたな。じゃあまず三角形 ABC と BGC の面積の関係性について考えてみようじゃないか。頂点 A から辺 BC への中線は、重心 G によって2対1に分割されているわけだから、辺 BC の中点から重心 G までの距離は中線全体の3分の1だな。つまり、三角形 BGC の高さは三角形 ABC の高さの3分の1なんだ。この2つの三角形は辺 BC を共有しているわけだから、底辺を BC、高さを X とすると、三角形 ABC の面積は BC の長さ ×X 割る2、で、三角形 BGC の面積は BC の長さ ×3 分の X 割る2、となり、三角形 BGC の面積は元の三角形のちょうど3分の1ということになるな。これは辺 AB と CA をそれぞれ底辺とした場合も同じで、それぞれが元の三角形の3分の1の面積になるから、すべての三角形は同じ面積になるんだ。なるほどね。たった一つの条件で引いた3本の線からこれだけ話が広がるのは驚きだわ。紹介する三角形の性質はまだ終わりじゃないんだぜ。いつになったらオイラー線の話題になるのよ。次が最後だからもう少し我慢してくれよな。でも次の性質もまた面白い性質を持っているんだぜ。少し気になってきたわ。今回は三角形 ABC のそれぞれの頂点から対辺に対し垂直に線を引くんだ。例えば頂点 A からは辺 BC に対して垂直になるように線を引く。これは数学では垂線、と呼ばれるんだぜ。垂直に引くから垂線、わかりやすいネーミングね。確かにそうだな。これを各頂点から3本引くと、これもまた1点で交わるんだ。この交点は垂心、と呼ばれているな。さすがに3度目だとなんとなく予想できてくるわね。垂心も何か面白い特徴があるの？ああ、あるぜ。ところで霊夢、外接円を覚えているか？外心の説明で出てきた円ね。そうだ。外接円は三角形それぞれの頂点にぴったりくっつくように書かれた円で、どんな三角形に対しても描くことができるんだぜ。でも三角形の形が異なると、
それに対応する外接円の大きさや位置は当然異なってしまうんだ。それはなんとなく想像がつくわね。じゃあ水深を H とした時にできた三角形 ABH と BCH と CAH の外接円をそれぞれ書いてみようじゃないか。なんだか全部同じ大きさに見えるわね。お、勘が鋭いな。その通りなんだ。水深と角辺で構成された三角形の外接円は位置こそ異なるものになるが大きさは全て同じになるんだな。でもそれだけじゃないんだ。この3つの外接円は元の三角形の外接円と同じ大きさになるんだぜ。これは相当不思議ね。そうなんだ。3本の線が一点で交わるのもかなり珍しい状態なのに、三角形ではそれぞれの条件下で交わった線が、どれも様々な性質を持ち合わせているんだぜ。ここでやっと本題なんだが、これまで紹介してきた外心と重心と水心は、実は全て一直線上に並ぶことが証明されているんだ。そんなことがあるの？あるんだぜ。これまでの流れ的に、それはどんな三角形でも成り立つことなのかしら？もちろんそうだ。まるで奇跡のようね。にわかには信じがたいわ。それじゃあ実際に一直線になるか試してみようじゃないか。例えばさっきまで扱ってた三角形 ABC に、これまで紹介してきた線をすべて当てはめてみるとどうだろうか？確かに一直線上に並んでいるわね。そうだよな。この存在は天才数学者のレオンハルト・オイラーが発見したことから、オイラー線と呼ばれているぜ。そしてこのオイラー線は単に一直線に並んでいるというわけではなく、外心と重心の距離と水心と重心の距離が1対2になっているんだ。つまり外心から重心までの距離は、外心から水心までの距離の3分の1ということになるな。にわかには信じがたいのだけど、なぜそうなるのかしら？じゃあオイラー線の証明について少し説明しようじゃないか。お願いします。まずここに三角形 ABC と、その外心 O と、水心 H がある。そして辺 BC の中点を M として、辺 BC に対して垂直に線を伸ばすと外心を通ることになるな。外心は各辺の垂直に等分線が交わったところだものね。そうだ。そして水心は、各頂点から対辺に対して垂直に引いた線が交わったところだから、直線 AH も辺 BC に対して垂直だな。ここまでは復習って感じかしら。そうだな。オイラー線の証明には、まず準備として、この外心と中点の OM に対して、頂点 A と水心の AH が2倍になることを証明する必要があるんだ。数学的に書くと OM イコール 2AH の証明だな。なんだか遠回りね。そう見えるかもしれないが、理解するためにはこれが近道なんだ。まず外心は三角形 ABC の外接円における中心だから、O を中心として三角形の外接円を描くことができるぜ。次に C と O を結んで外接円の直径を引くんだ。そして C の反対で外接円と交わっている点を D として、B に対して線を引くと、外接円の直径を辺に持つ三角形 DBC ができるが、CD は円の直径で B はその円の円周上に存在するから、角 D の角度は直角ということになるな。ということは OM は BC に対して直角だから、DD と OM は平行ということになる。さらに M は BC の中点なわけだから、DD の長さは OM の長さの2倍だ。ということは DD の長さと AH の長さが同じであれば、OM イコール 2AH が成り立つということかしら？そうだな。同じ長さであることを示すために、今度は A と D を線で結ぶぜ。H は水深なわけだから DH は辺 AC に対して垂直だな。そして三角形 ABC は DC が外接円の直径で、A が円周上に存在しているわけだから、A の角度は直角ということになる。つまり AD と BH は、共に辺 AC に対して垂直だから、この二つの直線は平行だ。なるほどね。次に BD と AH だが、こちらは共に辺 BC に対して直角なので、こちらも二つの直線は平行で四角形 ADBH は平行四辺形ということができるな。平行四辺形の向かい合う辺の長さは等しいので、DB と AH の長さは同じだということだ。つまり DB イコール 2OM、で DB イコール AH、だから AH イコール 2OM、ということになる。これでオイラー線を証明する準備が完了したわね。そうだな、でもその前に、霊夢は相似という概念を知っているか？相似？違う相似、だ。オイラー線の証明には相似の概念も理解しておく必要があるから、こちらも説明しておこう。相似とは簡単に言うと、ある二つの図形において大きさが異なっても形は同じということなんだ。私がイメージしていたものと全然違ったわ。説明を入れてよかったぜ。例えばある三角形をスマホで撮ってその画像を縦横比を維持したまま縮小すると、元の写真の図形よりも小さい図形になるが、これは単に小さくなっただけで、形は変わっていないから、二つの図形は相似であると言えるんだ。なるほどね。でも数学の問題では、どうやったら二つの図形が相似であると証明できるのかしら？三角形において二つの図形が相似であるというには、次の三つの条件のうちどれかを満たす必要があるな。まず一つ目は三角形において対応する二つの角の角度が等しい場合だ。例えば三角形 ABC と DEF において、角 A と D の角度が等しく、角 B と E の角度が等しい場合、この二つの三角形は相似であると言える。角二つが同じ角度なら、残りの一つも同じ角度で形は同じということね。そうだ。次に3つの辺の長さが同じ比率の場合も2つの三角形は相似になるんだ。
これは数学的には AB 対 DE イコール、BC 対 EF イコール、CA 対 FD、と記載することができる。つまり2つの図形が相似である場合、それぞれ対応する辺の比率は同じということができるな。最後は2つの辺の比率が同じで、その2つの間の角が等しい場合だ。これも実際の図形に当てはめてみると AB 対 DE イコール、BC 対 EF、が成り立っていて、かつ角 B と角 E の角度が同じである場合三角形 ABC と三角形 DEF は相似と言えるぜ。2つの図形が相似であるというには、この3つのうちどれか1つを言えればよいのよね。そうだ。これでオイラー線を証明する準備が整ったな。やっとね。確かに本題のための準備が長かったが、オイラー線を証明するためには必要な知識だったんだぜ。まずオイラー線を証明するポイントは次の2つだ。1つ目は三角形における水深と重心と外心が一直線上に存在していること。2つ目は水深と重心の距離が外心と重心の距離の2倍になっていること。以上の2つを示すことができれば証明完了だな。そうね。まずこの図形は先ほど AH イコール 2OM を証明するために使ったものを簡約化したものだ。補助線がないが O は外心、H は水深だと思ってくれよな。わかったわ。まず OH と AM の間にそれぽい線を引いてみようじゃないか。重心っぽいところで交わったわね。そうだな。この交点を仮に G として、この G が重心であることを示すことができれば、G は OH 上に存在するわけだから、一つ目のポイントである。水深と重心と外心が一直線上に存在していることを証明することができるんだ。だんだん話が見えてきたわね。次に、OM と AH は平行であることを思い出してほしい。O は外心だから OM は辺 BC の垂直二等分線であり、辺 BC に対して当然直角だよな。そして H は垂心だから AH は垂線であり同じく辺 AC に対して垂直だ。OM と AH は共に辺 BC に対して垂直なわけだから、OM と AH は平行であると言えるよな。そうね。ということは角 AGH と角 MGH は対称角で、同じ角度であるということができ、角 GAH と角 GMO も錯角で同じ角度であるということができるんだ。二つの角の角度が等しいから、三角形 AGH と OMG は相似ということかしら。その通りだぜ。この二つの三角形は相似なんだ。そしてさっき行った準備のための証明を思い出してほしい。AH イコール 2OM の証明ね。そうだ。AH と OM は1対2、ということがさっきの証明で示されていて、2つの図形が相似である場合、それぞれ対応する辺の比率は同じわけだから、三角形 OMG と AGH は全ての辺において1対2、になっているということになるんだぜ。そして頂点 A から中点 M までの中線において GM と AG が1対2、の関係性になっているということは、重心の性質から G が重心であると言えるんだ。つまり重心は外心と水心の直線上にあると言え、オイラー線証明のための一つ目のポイントを示すことができたな。これまでの話がここに来て生きてきたわね。だからあれは遠回りに見えてオイラー線の証明を簡単にするためだったんだ。そして二つ目のポイントを示すのはもう簡単だな。三角形 OMG と AGH は相似で、すべての辺において1対2、になっているわけだから。当然 OG と HG も1対2、ということになる。つまり二つ目のポイントである。水深と重心の距離が外心と重心の距離の2倍になっていることを示すことができるわけだ。これで証明は完了よね。そうだな。今回の証明は数学的には幾何学的方法というもので解いたんだが、オイラー線の証明は他にもいくつかのパターンで証明が行われているから、気になったら調べてみるといいぜ。というわけで今回はオイラー線について紹介したが、どうだった？三角形にこんなにたくさんの性質が紛れ込んでるなんて驚きだわ。それに図形問題はあまり計算しなくていいのが楽ね。こういう問題なら私も作れそうだから作成に参画してみたいわ。三角形だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、図形って面白いなと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。はぁ、美しいわ。どうしたんだ、霊夢。あ、マリサ。今鏡で自分の姿を見ていたの。いつ見ても私って罪深い美しさを放っているわ。その自信を分けてほしいぐらいだぜ。美しいといえば、数学界で最も美しい等式を知っているか？美しい等式？何それ、とても気になるわ。その名もオイラーの等式、だ。偉大な数学者たちがこぞって絶賛するほど美しい式をオイラーは発見したんだ。へぇ、そこまで美しいなら、私とどっちが美しいか勝負しようじゃないの。じゃあ今回はオイラーの等式、について、その美しさの理由とともに解説していくぜ。お願いします。オイラーの等式について説明する前に、まずはマクローリン展開について解説していくぜ。マクローリン展開？なんだか必殺技みたいな名前ね。まあ必殺技みたいなものだな。マクローリン展開は、複雑な関数を多項式で表すことができるものだ。マリサさん、素人質問で恐縮ですが、多項式とは何でしょうか？学会を思い出すからやめてくれ。数字や文字の積で表された一塊の要素項、と言うんだが、
複数の項で構成される式を多項式と呼ぶんだぜ。反対に、一つの項で表される式は単項式と言われる。単項式と多項式の例を挙げるとこんな感じだな。へえ、つまり多項式は単項式の和で表されるってことね。でも、関数を多項式にするって、もっと複雑になったりしないの？意外にもそんなことないんだぜ。霊夢にわかりやすく説明するために、今回は fx イコール e の x 乗のマクローリン展開について考えてみよう。まずはじめに、x イコール0の近くで fx イコール e の x 乗っぽい一次関数を見つけるぜ。え？そんなことできるの？ああ、テレビのチャンネルを回すぐらい簡単だ。なんだか表現が昭和ね。で、実際にどうやって見つけるの？少なくとも x イコール0で同じ値を持っていてほしいから、fx に x イコール0を代入してみてくれ。0乗は1になるはずだから、e の0乗イコール1、つまり、f0 イコール1になる関数ってことかしら。その通りだ。そして、元の関数っぽいものが欲しいので、微分して0を代入した時も同じ値を持っていてほしい。待って、マリサ。どうした？霊夢。私、微分のやり方、忘れたわ。じゃあ微分のやり方から思い出そう。微分は公式さえ使ってしまえば、とても簡単だ。fx イコール x の n 乗の微分は、nx の n-1 乗になるぜ。ああ、思い出したわ。次数を前に持ってきて、その分、次数を一つ分減らすのよね。お、いい感じだ。霊夢、せっかくだし、fx イコール 2x の3乗プラス5を微分してみてくれ。そんなの簡単よ。2x の3乗の微分は、3を前に持ってきて、2×3x の 3-1 乗で 6x の2乗になるわ。それから、数字の微分は0になるのよね。大正解だ。きちんと思い出せたようだな。じゃあ霊夢、fx イコール e の x 乗を微分してみてくれ。e の x 乗の微分は、何になるのかしら？実は、e の x 乗を微分しても変化しないんだぜ。え？ってことは、f'x イコール e の x 乗ってこと？そういうことだな。じゃあ、f'0 も1になるってことね。ここまでの条件を満たす関数 gx は何だと思う？まあまあマリサ、一旦私の美しい顔でも見て落ち着きなさいよ。つまりわからないんだな。まず、g0 イコール1となる一次関数を考えてみてくれ。例えば gx イコール x プラス1とか？いい調子だ。他には？ gx イコール 2x プラス1とか、3x プラス1とか、たくさんあるわね。そうだな。じゃあ次は g'0 イコール1となる関数を考えよう。さっき霊夢が考えた gx を微分してみてくれ。gx イコール x プラス1なら、g'x イコール1になるから。あら、x がどんな値でも1になるわね。ってことは、gx イコール x プラス1なら条件を満たすかしら？さすが霊夢だな。便宜上 gx イコール1プラス x としておくが、霊夢が求めた gx は、x イコール0の付近で fx に似ている関数と言えそうだ。じゃあ、実際にグラフに書いてみよう。これが x イコール0付近で e の x 乗に近い一次関数だぜ。こうやって見ると、x イコール0付近は似ていると言えるわね。でも、このままだと x イコール0から離れたところではとてもじゃないけど似ているとは言えないわよ。ああ、そうだな。一次関数で表しているから、曲がり具合を表現できないんだ。そう言われると、一次関数って直線の関数だものね。曲がり具合を追加するために、次は x イコール0の近くで e の x 乗っぽい二次関数について考えていくぜ。さっきと同様に f0 イコール1、f'0 イコール1を満たすはずだな。加えて、fx を2回微分した値も同じ値を持っていてほしい。e の x 乗は何回微分しても変わらないから、これも1になるかしら？ああ、f を2回微分した値 f'x も1になる。これらの条件を満たす gx は？さすがにこれは難しいわね。例えば、gx イコール1プラス x プラス 2x の2乗分の1とかどうだ？まず g0 は1になるわね。それから、g'x イコール1プラス x だから、x イコール0で1になるし、g'x イコール1だから、x にどんな値を代入しても1になる。これなら条件を満たせそうね。では、先ほどと同じようにグラフに書いてみよう。あら、さっきよりも e の x 乗に近づいてるわね。e の x 乗に似ている範囲が、x イコール0を中心にして広がっていることがわかる。こんな感じで、3次関数、4次関数、5次関数、と考えていけば、e の x 乗に似ている範囲が広がっていくはずだ。じゃあ、この操作を無限に繰り返していけば、かなり e の x 乗に近づくってこと？ああ、実は e の x 乗と等しくなるんだぜ。これがマクローリン展開の正体だ。もっと丁寧に書くと、e の x 乗のマクローリン展開はこんな感じで表せるぞ。あら？よく見たら階乗の数字と次数が同じになっているわ。どうしてこんなにスッキリした形になっているのかしら？じゃあさっきの続きで、e の x 乗っぽい3次関数について考えよう。これを満たす関数 gx は1プラス x プラス2分の 1x の2乗プラス6分の 1x の3乗になるんだが、
霊夢、この GX を微分してみてくれ。1の微分は0になって、X の微分は1、2分の 1X の2乗は次数の2が降りてくるから約分できて、6分の 1X の3乗も次数の3が降りてくるから約分できて、1プラス X プラス2分の 1X の2乗になったわ。さすが霊夢だな。今霊夢が計算したように、微分した時に出てくる係数で約分できるように、階乗の分数があるんだぜ。確かに、計算してていい感じに約分できるから気持ちよかったわ。そして、このマクローリン展開は E の X 乗だけでなく、その他にも様々な関数を多項式で表すことができる。一般的に表すと、こんな感じの式になるぞ。微分の回数と、X の類乗の数、階乗の数が同じになるのね。でも、このマクローリン展開を求めると、どんないいことがあるの？いい質問だ、霊夢。左辺は関数を表しているのに対して、右辺は関数自体の情報がなくなり、多項式だけで表すことができている。つまり、x イコール0の時の関数の情報さえわかれば、関数全体の形がわかるってわけだ。これが物理の分野などでとても有効になるんだぜ。へぇ、やるじゃない、マクローリン展開。ちなみに、今回は x イコール0に着目して考えたが、もっと一般的に、x イコール a に着目して多項式で表したものをテイラー展開と言うんだ。ってことは、マクローリン展開はテイラー展開の特別な場合ってことね。そういうことだな。でも、このマクローリン展開がオイラーの等式と何の関係があるの？実は、マクローリン展開を使うことでオイラーの公式ってやつを導出することができるんだ。へぇ、そんな公式があるのね。土文系の美しい私でも理解できるかしら？霊夢でも理解できるように順を追って説明していくぜ。オイラーの等式は E の X 乗、sin X、cos X のマクローリン展開から導き出せる。E の X 乗のマクローリン展開はさっきも止めたわよね。ああ、そして sin X と cos X のマクローリン展開はこんな感じになる。へぇ、sin X は奇数、cos X は偶数が使われているのね。それに加えて、正の項と負の項が交互になっているわ。どうしてこんな正反対な多項式になるの？面白い着眼点だ、霊夢。さっき E の X 乗のマクローリン展開を求めるとき、どうやって求めてた？確か、関数を何回か微分して0を代入してたわね。その通りだ。ということは、sin X や cos X の微分を考えることになる。sin X とか cos X って、微分したら何になるのかしら？これもまた不思議なもので、sin X を微分したら cos X に、cos X を微分したらマイナス sin X になるんだ。へぇ、sin と cos は密接な関係にあるのね。ああ、どうしてこうなるのか気になった画面の前のお友達は、詳しく調べることをお勧めするぜ。妙ね、ここには私しかいないはずだけど、cos X の微分にマイナスが出てくるから、負の項が時々出てくるってことかしら。そういうことだな。ただ、E の X 乗のマクローリン展開は正の数しか出てこないよな。そうね。sin X と cos X で表すためには、この負の項を考慮しなければならない。そこで、E の IX 乗のマクローリン展開について考えるぞ。I って、虚数のことだったかしら？ああ、I は虚数単位といって、2乗したらマイナス1になる定数だ。霊夢、I の3乗と I の4乗はそれぞれいくつになる？I の2乗イコールマイナス1だから、I の3乗は I の2乗かける I でマイナス I になるわ。I の4乗は、I の2乗かける I の2乗でマイナス1かけるマイナス1、つまり1になるわね。さすが霊夢だな。霊夢が今計算したように、I の類乗は正の数になったり負の数になったりするんだ。なるほどね。じゃあ I を使えば、正の項と負の項を考慮できるかもしれないのね。E の IX 乗ってことは、E の X 乗の X を IX にするってことだから、こんな感じになるわ。あら？これって、奇数番目の項と偶数番目の項を入れ替えれば、いい感じになるんじゃないかしら？ああ、本当は無限に続く奇数の順序を入れ替えてしまっていいのか？という問題について、考えなければいけないんだが、E の IX 乗をマクローリン展開した級数は絶対収束、という性質を持つから、項の入れ替えは可能となる。気になった画面の前のお友達は、だから私しかいないんだってば、マリサからお許しをもらったし、偶数番目の項を前に、奇数番目の項を後ろに持ってきて、前半の項は cosX になりそうね。お、いい感じだな。後半の項は、I が邪魔だから、I でくくったら、cosX プラス I sinX になったわ。さすが霊夢だな。この式をオイラーの公式という。思ったよりもシンプルな式になったわね。ここで、E の X 乗、sin X、cos X のそれぞれのグラフを見てみよう。察しのいい霊夢、何か気づくことはないか？そうね、E の X 乗は X を大きくするとどこまでも大きくなっていくけど、sin X と cos X は振動しているだけで大きくならないのね。本当に察しがいいな。そう、この正反対の性質を持つ関数たちを、虚数を解することで結びつけることができるんだ。そう思うとなんだか不思議ね。さて、そろそろ本題のオイラーの等式について話していこう。そっか、さっきのはオイラーの公式だったわね。オイラーの等式はどんな式なの？霊夢、さっきのオイラーの公式の X に π を代入してみてくれ。左辺は E の iπ 乗で、右辺は cosπ プラス iσπ ね。
コサインパイイコールマイナス1、サインパイイコール0だから、右辺はマイナス1になるわ。その通りだ。そして、霊夢が求めた式の右辺のマイナス1を左辺に移行すると、こんな感じになる。これがオイラーの等式だ。なるほどね。確かにとてもシンプルな式になったけど、この式のどこが美しいのかしら？ちっちっち、まだこの美しさに気づかないなんて、霊夢はまだまだだな。なんかちょっと腹立つわね。では、次はこの式が美しいと言われている理由について説明していくぜ。霊夢、この等式の登場人物をそれぞれ教えてくれ。まずいいよね。なんかログの授業で出てきた気がするわ。ああ、いいわ。ネイピア数という定数で、自然対数の定と言ったりもするな。微分や積分などの解析学の分野で生み出された定数だ。確か、2.7 って感じで、無限に続く無理数よね。ああ、無理数の中でも超越数っていうグループに分類されるな。超越数？なんだかかっこいいわね。超越数とは、方程式の解にならないような数のことだぜ。例えば、ルート2は無理数だが、x の2乗イコール2の方程式の解になるよな。しかし、ネイピア数は整数を係数に持つ方程式の解として計算することができないんだ。そして、さっき霊夢が計算したように、e の x 乗は微分しても変化しないという特徴がある。そう思うと、ほんと便利で不思議な定数よね。次は、i かしら？さっきマリサが言ってた、2乗したらマイナス1になる定数ってやつよね。ああ、そうだな。i は、代数学という方程式の解法について考える分野で登場したんだ。マリサ、ずっと思ってたけど、2乗してマイナス1になる数字なんてありえないんじゃないの？霊夢がそう思うのも仕方ないな。本当なら、実数の2乗は必ず正の数になる。つまり2乗するとマイナス1になる実数は存在しないはずだ。しかし、3次方程式の実数解を求める際、2乗して負の数になる数がどうしても必要になったんだ。え？じゃあ解を無理やり求めるために、仕方なく生み出されたってこと？そういうことだな。数学者たちは案外強引なのね。霊夢、この式の他の登場人物は？あとは、パイね。いわゆる円周率ってやつよね。さすがの私でも知ってるわ。円の面積を求めるときによく使った覚えがあるもの。ああ、パイは円周と直径の比を表した定数で、言わずもがなき科学の分野で初めて定義された。パイもeと同様、超越数に含まれる数だ。あとは、1と0くらいかしら？おいおい霊夢、0と1を舐めてるんじゃないか？0と1の過激オタクが出てきたわ。0と1は数学においてとても重要な数なんだぜ。確かに、数学界ではかなりチヤホヤされているわね。1は情報単位元というんだ。単位元とは、それを何か操作しても変わらないもの、というイメージを持ってくれたらいい。情報の単位元ってことは、掛け算しても変わらないものってこと？ああ、1に何をかけてもその数字になる、特別な数字だ。同じ考え方をすると、0は下方単位元と言える。確かに、0に何を加えてもその数字になるわね。ということで、この等式に登場する定数や数字を確認してきたわけだが、これらの定数は解析学、幾何学、代数学の分野でそれぞれ独立に定義された定数なんだ。それぞれの分野で必要だと思って定めた数が、この等式に集結しているわけね。ってことは、ナルトとスーパーサイヤ人と炭治郎が同じアニメに出てくるみたいなものだわ。なんか絶妙にわかりづらい例えだな。まあでも言えて妙だな。そんな重要なキャラクターたちがこんなに綺麗な関係でまとまっているなんて、美しいと思わないか？確かに、本来交わることはなかったはずなのに、こんなシンプルな形で出会うなんて、感動しちゃうわね。これがオイラーの等式が美しいと言われるゆえんだ。ちなみに、歴史上最高の数学者の一人であるガウスはオイラーの等式に対して、この式を見せられた学生がすぐにその意味を理解できなければ、その学生は第一級の数学者には決してなれない、という名言を残している。ガウス君、なかなか厳しいわね。まあそれだけこの等式を高く評価していたってことだな。そして、物理学の天才、ファインマンはこの等式を我々の至宝、と評価し、すべての数学の中で最も素晴らしい公式、と絶賛している。数々の天才がオイラーの等式を評価しているのね。それにしても、i とか e とか π とか、一見関係なさそうなキャラたちを集めるなんて、オイラーもなかなか大胆なことをしたわね。それもそうだな。ちなみにこのオイラーの等式の元にあるオイラーの公式について、公式、という名前を持っているが、実はこれは定義じゃないか？という考え方もあるんだぜ。どういうこと？最初にオイラーは e の x 乗を拡張して e の ix 乗について考えたと言ったが、e の虚数乗とは何なのか、そもそも定義していなかったんだ。まあ確かに虚数階その数をかける？って考えたらよくわからないわよね。そうだよな、霊夢、複素数って覚えてるか？なんか虚数を使うやつよね。お、覚えているじゃないか。A、B を実数とするとき、A プラス BI の形で表される数を複素数という。このとき A を実部、B を虚部と言ったりもする。そんなのもあったわね。オイラーの公式の右辺に関しては、コサイン X とサイン X と虚数 I を知っていれば、コサイン X を実部、サイン X を虚部とする複素数として定義できるだろう。確かにそうね。それに対して、左辺の E の IX 乗は何を意味しているのかわからなかったんだ。でも、オイラーの公式はきちんと証明されているのよね。その通りだぜ。
だから、オイラーの公式こそ E の IX 上の定義とする考え方もあるんだ。なるほど、それは目から鱗な考え方ね。じゃあオイラーは美しい等式を導き出しただけではなくて、新たに数式を定義したとも言えるのね。そういうことだ、オイラーは本当に偉大な数学者だな。というわけで、今回はオイラーの等式、の美しさについて解説してきたぜ。確かに私に負けず劣らずの美しさを持った式だったわ。でも、オイラーの等式と違って私は老いるばかりだわ。オイラーだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。霊夢も等式も美しいと思った人はぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。